はい、皆さんこんばんは。万代放送部万人の知恵チャンネルの時間になりました、えー、今日はゲストに小林涼子さん、工藤直彦さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。い,ますえー、いつもはね満席なんですけれども、はい、今日はまあこういうご時世なので、少数精鋭の、えー、最小人数で、えー、お送りしております。えー、来てくださった、えー、スタッフの皆さんゲストの皆さんありがとうございます。ありがとう ではですねまず自己紹介からお願いしたいと思います、えー、小林涼子さんお願いいたしますはい、えー、研修講師とコンサルタントをしております株式会社スマイルポスターの小林涼子ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします工藤さんお願いいたしますはい、はい、えっ、ー、と音楽事務所をやりながらえっ、ー、と哲学の塾なんかを運営してます工藤でございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、今日はまず、はい 良子さんの方が、うんはい、工藤ちょっと質問というか。はい。まあ悩みでもないですけども。ええ。ちょっと考えていることがあるということで。あそうですね。せ、はい、っかくいいなので、こんなチャンスにちょっと工藤先生に聞けたら嬉しいなと思いながらですね。はい、行、はい、ました。あの、よくですね。私自身がですね。どちらかというと、すごく感性の人間ででしてね。あの感覚で動いてしまって。まあ、結局結果それはすごく良しと。 いいうことがまあほとがほんど9割ぐらいです、ね、よしという感じなんですけど、まあ、一応これから女性経営者として社員さんをこうやって雇っていったりとかあと皆さんにこの自分の感覚を あの伝える時になかなか言葉に表して伝えることが今できてない状況ででもそれを結構周りの女性経営者とお話したりすると私もそうよそうよみたいなところって大いにあったりするんですけどなんかそこの部分でそのあり方がいいのかどうかというか、うん、いいのかっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、うん、なんかその 感覚のバランスっていうんですかねバランスがちょっと悪すぎるのかなみたいなところがあってそれをちょっとお尋ねしたいかなと思ったんですねはい,はい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 。はい、どうですかその辺はいやあの今まで九割方感性でやってきてなんとかなってきたんでしょう、はい、そうなんですよでもそこにはなんか根拠とか裏付けとかそういうのは全くなくてですね、うん、でえっと まあ今まではどちらかと,と私もあの起業して今5期目がちょうど終わったところなんですけどサラリーマンの時はそれでもまあトップがいて会社の中で守られているところが今度自分がトップに。 なった時に今度えっとまあ結構若い男の子とかはですねえやっぱそ,それってどういうなんかロジカル的に詰められたりするとですね何も言えなくて固まってしまう自分がいたりするのであじゃあこれは逆にちょっと人がついてこなくても困るかなとかそういうのが最近のちょっと悩みというか。うーん そんな感じがあるんですよね。あまああの感性と論理の戦いみたいな感じなんだろうけど、はい、論理が正しいと思い込んでいる人が多いのっておかしいよね。あ、そうなんです、ね。ロジックの方がなんか偉いような気がしてる人多くない？はい、あ、めちゃめちゃ私の中の上とってなんかロジックの方が上って感じがします。でもそんな誰が決めたんだろうね。 イメージ,メージ <laughs> これも完成ですけどじゃあ、はい、ロジックで、まあ、簡単に言うと、えー、ヘリクツコリクツの多い人ってちょっとイメージしてね、えー、でパッとひらめいたことをパッと動く人ってこの2人がいるとするよね、はい、ヘリクツコリクツ並べて理論立てて話す人って100%成功してるんですかね、はいはいはい いや成功してない方のが多いと私の周りには成功してないか、うん、あとはすごくタイミング逃して、うん、もうそれ終わっちゃってるよみたいな方が結構多かったです私の周りもそうですあ,あそうなんですねそうですなるほどあ,のあのへりくつこりくつ並べて、はいえー、論理的にはかっこよく見えるんだけどめちゃめちゃかっこよく見えるんです、ね、かっこよく見えるんだけど何もなさない人し、はい、逆に言うと何もなさない人しか見てないああなるほど そうじゃなくてパッとひらめいたことを、はい、パッと動、はい動くでその動き方も出来上がるまでやめないぐらい動く、はい、成功してる人って絶対これだよねあまあそうおっしゃっていただけどだから理屈ぺラぺラ喋り出した瞬間にあこの人はできない人だって僕なんかもう思うぐらいあそういう,そういう人それと三十年間見ずっと見てるのでなるほど、ね、脳が鍛たれた瞬間にあこの人できない人だと思っちゃうあそうなんですねできる人って、はい、あのペラペラ喋る前に動いてるもん。 そうなんですよ<う>でもなんか気づくと周り誰もいないみたいなところもあるいいいんですかそれって。というかパッと動くタイプの人って、はい、突然連絡がつかなくなること多いですよね。はい あな何だよなえなえん全然つながんねえじゃんって言って、はい、要はその時自分がひらめいてやるぞって決めたことをむちゃくちゃやってるから、はい、電話も出ないんですよ方、ね、やあの人付き合いよくしてて、はいね、コミュニケーションいっぱい取って、はいえー、立派なことをしちゃってでも動いてない人、はい、何もでできないでしょ確,確かに、まあ、それをなしてるなんか夢を実現に変えてるかっていうと。うん 夢のままずっと言ってる方の方が多いかもしれないですよね。うん、夢ですらないんじゃない。あそっか。確かにそう、そういう、あの、理屈を並べて、僕、はい、頭いいでしょ素晴らしいでしょって。ポジションを取りたいだけの人はですよ。ああ、なるほどね、うん。そういうことなんですね。だって、世でいう成功者で、はい、えっと。出来上がった後に、どうやってやったんですかって言われた時に、うんはい、理路整然という人はいるよ。あるでも、やりもしない前から、理路整然という人は誰もいないもん。 だからまあまあ,まあ、ね、私50代半ばだけど約、はい、30年間ぐらいいろんな方を見てきたけどもうなんかやりもしなくて能書ばっかり垂れてる人はこの人もできない人だって、ね、この人時間使う,使うのもったいないって僕思っちゃうぐらいあなるほど、うん、始まったとか思ってきまし始まったなんですね。 あとす,すごく今ちょっとほっとしたのと同時に例えばそこからあのこれからでも会社を大きくしたりとかもういろんな仕事をやっていく中では本当に人の力を借りななきゃいけないわけけわですよそうすると同じ感覚の人だけではなくてやっぱりこれからの自分の仕事を少し展望を考えるとそういうロジックな人とも一緒に組んで仕事をしたいとも思ってるんです。 そこにうま,うまくそのコミュニケーションを取るのが、うん、なんかちょっと自信がない自信がないと変なんだけど論理的思考とかロジックっていうのは、はい、精神性とか決定権と,とか関係ないんですよ。 ツールなんです。ツール道具なんですよ。あ、なるほど。はいだから、えっ、ー、と、経営者として商売人として。仕事人として。ーツールを使うだけなんですよ。はい。だから、論理的思考回路を持っている人は、それはいた方がいいですよ。あ、そう、そうなんですただ。ただ、その人には決定権はない。あ、はい、そうか、決定権は私だから。で、その人の人柄すらも、あんまり関係ないんですよ。はっきり言って。 人柄も論理的に構築する要はね、はい、そこに論理的な構築っていうのは決定するっていうところではあんまりいらなくってあそこに行こうぜって言った時、ねはい、あのじゃあじゃあ例えば大阪行きましょうってことになった時に、はい、今の時間だったら新幹線の方が結局早く着きますよって、はい、あ今だったら飛行機の方が関空からでもそっちからの方がまだ近いですよ伊丹空港の方が多分近いと思いますよこれは論理的思考ですよだからそういった思考回路を道具として使うんですよ。 仕事でパソコン使ってるでしょあれと同じことを自分でやろうと思ったら大変じゃないですか。はい <laughs> ね、だからそういうツールとして使ってるでしょだから、えー、っといいんですよ。論理的思考の人を僕は否定してるんじゃなくて、はい、それが、えー、っと経営判断が正しい間違ってるっていうことで論理性を求めるんじゃなくて、はい、論理的な思考回路っていうのはツールとして使うべきなのなるるほどそそそそっかそっかかう,うするとそこの。 じゃあそこの役をしっかりとわきまえて共有すればいいってことですかね。決定権は、うん、あの経営者で,<う>で社員さんはここの部分を。うん お願いいしますみたいなところをそうそうそうだからビジョンとかこういう形にしたいとかこうするんだっていうところはこっちが決めなきゃいけないんだけれどもでそれをこうするためにできることは何っていうのをえと筋道立ててってっ,てってやるんですよそれで筋道立ってきたものをえ自分で見てそれでまあ多分一つじゃないと思うんでそれであこれ私これがいいってここまた直感でいいねこれいくってこのやり方でじゃあ A さんのやり方でいきますってこれでいいな B さんも C さんもナイスアイデアありがとうねでも今日は A さんでいくからねこれでいの。すごくなんかそう言われるとシンプルですね。ツールなんです企画室の仕事してるときに社長に言われたのは判断は俺がするから判断できる基礎資料を作るのがお前の仕事だと。なるほどすすごいそれかりやのでその資料がないと俺は判断できないし判断を誤るんだと。責任は俺 だから判断できる資料だけを全部作ってくれと、はい、あなるほどねあそうやってきちんとなんか責任のところをはっきりさせればいいってことですねこちら側がね。で社長にね例えば ABC 今の出たらどれがいいと思うっていうと自分なりに A がいいと思うとかで、はい、いやー B なんだよとかっていうのもあるじゃないですか、はいはい、そういう時になんかこうそこで勉強していくっていうかな、うん、なるほどなるほほどど結果が出てなんで社長の時に B 案だったんですか、はいはい、ただ いや何となくだとか、はい、絶対ここは絶対違うんだよとかいうだけがこうなんか蓄積されていった時に、はい、そ,ううそうやって社長って判断するんだなっていうとそれに応えれる資料をまた作ろうと僕は思ってなるほどねあ,ある時なんか社長も悩んで「どう思う?」って言うから「はい、それは私の仕事じゃありません」って <laughs> <laughs> 逃げちゃってたんですらまあそりゃそうだなと。はい いうことを言われて。えー、今の話聞いて、それを思い出しましたね。なるほどね。はい。すごいなんか、ちょ、直感力っていうのが、ちょっと前のお仕事で。は、あの、話それちゃうんですけど。うん、あの、ちょっと、養豚関係のお仕事をね、全然違う業界を開拓するっていうと、私が営業部長だった時に。養豚。はい。あの豚。豚の。はい。そこで取引が、あの。ま、全く業界初だったので、うん、できない時に。 ちょうどリンディ学び始めたた頃だったんですね私それでよくお墓参りのお話とかがあったので、うん、私パッとですね創業者のお墓参りに行きたいと思って、うん、その担当者にでびっくりされたことがあったんですよ。で、うんうん、でもそれまでは あの全く相手にされなかったのが創業者の思いに触れれば何か営業んか感覚が降りてくるんじゃないかと思ってで社員連れてそのお墓前に行ったことがあったんですけどお墓の場所聞いたんですけど山一個で全くそこの中のどこか聞くの忘れちゃったんですね、うん、あの天然が相変わらず出ちゃったんですけどでもその時にふって思ってあ、はい、でもすごい社長であれだから 東の太陽が昇る一番上からしらみつぶしに見ていけばそっちにあるんじゃないかなと思ってそこに行ったらなんとそこにあったんですよ。それでやっぱ社員に驚かれたことがあってですね、なんかそそういう直感というかなんかそそういうのの全部積み重ねで今まで来てるんですね。でも社員さんになんで部長そこを選んだんですかとか言われてもよく説明はつかないんですけど、いや太陽向こうから昇るからみたいな。 でも納得はしてないわけですよね。うんうん、で結局合わない社員さんっていうのもいますよね。はあ、い,まいます、います。そういうのはやっぱりもう合わないということ。合わないね。私の経営方針はこうなんだから。そ<う>あなた合わないなら。うん、あの。別に合わないというのはいい悪いではなくて。合、はあ、わないも合わないので。ね、はあ、何何さんがそうお考えたということはよくわかりましたって,言って。はあ、私と合わないようですね。えー、どうしますって,言って。はあ。でお引き取りいただいたっていいんですよ。 すごいなんかすすごいさっぱりしてますね「あなたはあなたの正しさがあるんでしょう」う、はい、ってそれを否定する気はないですよ「はい、ただ私とは合わないですね」えー、って「どうします?はい」って「一緒にはできない一緒にはできないんであればたもとを分かつしかないですよね」ってそれでいいの。 なるほどねそこに臆病になる必要もないし心配する必要も全くないそれはやっぱりコミュニケーション能力の問題でてめえ、何言ってんだ出てけとかやるから問題になるわけでそうじゃなくてあなたがそう考えたっていうのは確かに受け止めさせていただいて私の考え方伝えたよねあまりにも違いすぎるよねどうする なるほどね、あなたは別にあなたのことを否定する気はないよってあなたはそれがいいと思ってるんでしょ、はい、例えば私とは違うよね、うん、一緒にやっていけるって,ってなるほどもうそれだけのことですよそうなんですね、うん、やっていけないんであれば自然と離れていくしはい、ね、すごいシンプルですね僕、うん、これもまた違うところなんですけど、はい、ある社長さんが、まあ、食事にさんの会社なんですけどやっぱり、はい 社長も職人さんなんで合う合わないってあるんですよ評価ポイント技術が高いいい場合とスピードがあるのがいい場合とコミュニケーションがいい場合とでその人はすごく腕がいいということを要求したらやっぱり手が遅いというんですけど手が遅い若いのがいるんですってどんなに頑張ってももう見えるんですってだからああいいやつなんだとコミュニケーションもいいしでも特に手が遅いなのでうちの会社ではお前を評価してやれないんだと。 なるほどだから「もったいないぞ」と「はいお前を評価してくれる会社はあるからそっちに移ったらどうだ」っていう言い方をしてはい退職を促ししてましたねなるほどでもそれすごく相手に寄り添ってやっぱ相手の人生を考えてってとこだからすごく納得しますよね。であれば営業の方で、はい、あの採用するのは構わないよ、うん、でも技術職じゃないよって言って辞、うん、めちゃう方と違うところを探す方と営業の方に。 部署を代わって成功すするる方方とと失敗する方とかなるほどねいろいろ言ってそのなんかすごい,すごい今のなんか勉強の、うん、結構やっぱり女性の経営者同士とかあの同じような立場で集まると、うん、結構そこでなんか同じような感覚の人で最後終わりがないみたいな感じなんですけど多分今のこの話をちょっとシェアしたらすごい役に、うん 立てるんじゃないかなっていうふうに今思います。か何かを決めてくるき欠陥の質としては直感は最高にいいんですよ。はい、直感の方がむしろいいんですよ。下手な考え休みにいたりって言うじゃん。はい、だから、直談、直感が、まあ、これだと思ったもんで、あとはちゃんとその通りやるかっていうと。ことの方がはるかに大事で、はい、ただそれを人に伝えるときに。はい、に、あの、そこの言葉の使い方っていうのは。 やっぱりそれはうまく言わないといけないよね。そうですね。なんか私そんな感じしたんでとか言うと、それはみんなに分かってもらう無理だよね。はい。え、ね、だからなんかテンプレート化して自分のセリフのパターンを決めればいいんじゃない。あなるほどね。例えばつりうえさんが今おっしゃった、はい、僕は今言ったようなことをね、えええー、そういったようなのをテンプレート化しちゃって、はい、セリフとして使っちゃえばいいじゃない。なるほど。はい。うん、そうすれば別に迷うこともないし。ええ。うん。 あちあやっぱり女性経営者だからっていうのもあるんですかね多分そういう結構女性同士で話してるとそういう話結構多いですよね。うんはい、で女性って多分やっちゃう方のが多いかもしれないですぱ直感でこう走っちゃうみたいな感じで、うん、周り見たら誰もいなかったみたいな感じが結構あったりっていう話で盛り上がったりしますけど。うん うん、取引先とかはどうなんですか。取引先のまあ社長とかも直感的な方と論理的な方といらっしゃると思うんですけども。はい、あ、そうですね。もうなんか幸いというかあの不思議なことに私は取引先は女性ではなくて男性の方の方が多いんですよね。はい、はい。で結構ロジカルな感じなんですけど、はい、それはなんか。 感覚的にもうお客お客様って線を自分で引いてるのかなそこで問題を起こしたことは全くないんですよなんか困ったってことはあんまりないんですけどうんそこは気をつけて喋ってるのかなきっとあのそれも直感的なんですけど、はい、こういう話し方をしたらきっと納得していただけるんだろうって話し方を多分なんか引き出しの中に持っててパート出してると思うんですよねで同じみんな一番はやっぱり社員さんをそうですねに はい、社長直感ななんだかららって言われたらなんか弱い気そうですねそこをやっぱこれから強化したいし増,え増やしていきたいというかあとパートナーコースとかですね、うん、はいどんどんやっぱ人の力は借りたいと思ってるので逆に言うともっと直感でどんどん行って周りに。 論理的な人をサポートとして入れた方がうまくいくっていうことですよね。はい、自分は直感力が高い、ね、直感力が高くて論理的思考。これ両方揃ってる人って少ないと思うんですよ。えー、個性の問題なんで、どっちかよりなんですよね。はい、だから自分にないものを。やっぱりそばに置いとかなきゃいかんよね。そうですね。はい。みんなで走っちゃって、ドボーンみたいになっちゃったら、大変なことになりますよね。 ただ、はい、あの振り返ったら誰もいないっていうのは全然それは OK であそうなんですね、うん、はいみんなと一緒に伴走してどうするのってあなるほど、ね、前からそういうスタンスだったのであの部長なで何か,、ね、かほらあの小学校の徒競走あれなんかちょっと聞いてありえないと思ったありえないですよ、ね、あの最後はみんなを待って手をつないでゴールしましょうとかいうルールがあるんでしょう意 <laughs> 意味味かかんんなないいよね あ、したくないです。おかしいでしょう。ん、絶対ないですね。だから、むしろついてこれる人がいるぐらいだったら。その人はのれん分けして、あなた自分でやんなってた方がいいんだよ。あ、そう、そうですね。そう、あたし、あたしについてこれるって大したもんねって言ってね。あなた、あたしのとこいる必要ないじゃん、あなた自分の看板でやりなさいって言って。出してあげた方が、その人の成功に近くなるでしょ確かに、いや、本当でも、そ、そのスタンスすごくいいですよね。はい。すごいさっぱりと。うん。 大きくするなら、それをグループ会社にして。そう,そうそう、そうですね。はい、あの分社化みたいな感じで。で、ねはい、株、株持ちだったりね、いろんなやり方あるからね。はい、ねそうですね。業務提携的にね。うん、うん。だから、社長にしちゃって、社長の名刺持たせて、うんはい、でも、仕事は繋がっててもいいと。はい。そうですね。なんか、それ、すごい面白いと思います。今、社員さん何、何人。 いや、まだ、えっと、三、パート三でお願いしている感じなので、はい、私とパート三二人なんですね。で、これから大きくして、はい。そうですね。これ、あの、それも女性で、あの、なんていうんですかね。普段、いつもいるっていう観点はないので、これからはちょっと男性の本当の正社員さんを入れていきたいというふうに思ってて。ね。それはどちらかと,いうとロジカルな人を望んでるんですよ。うん、はい、うん。じゃあね、今日のこれが、すごくヒントに。なっていれば、はい。そうですね。はい。 なんかそこすっきりしてなんか前に進めそうです <laughs> ってか進みますはい。ありがとうございます <laughs> ちょうどあの時間になりましたので、はい、第一話これで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございましたありがとうございます